上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞うをお聞きいただきありがとうございます。この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話にスポットを当て、実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードを紹介していく裏方ラジオです。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも上毛新聞のことを身近に感じてほしいという、そんな願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだ寒い日が続いてるんですけれども、はい、今日が2月17日の配信というところで、はい、徐々にねイベントなんかも春っぽいものが増えていくんじゃないかなというところなんですけれども、はい、今日はそんなのにちなんでこちらの方々をお呼びしてるんですね。はい、今日はですね安中市地域おこし協力隊からお二人、はい、来ていただいております。この二人はどんな地域おこしをされてるんでしょうか。はい、具体的にはですね、うん、秋間梅林という梅林があるんですけれども、ほうほうほう、聞いたことございますか。あれなんだっけこの番組の初期に出てきたんですよ、ね、あ、大橋カメラマンだ。そうです、大橋カメラマンがライトアップの写真がめちゃくちゃ映えるスポットですっていうところで激推ししてましたね。ご紹介していたんですけれども、はい、うん、その際にあの番組にもコメントをしてくださっておりましたので、うん、アンテナ高いですねありがたいですね。初期からのリスナーさんです。あ、じゃあ満を持して時期に合わせてというところなんでしょうか。登場していただきます、はい、なんか明日からお祭りがあるとか。そうですね、その PR もしていただければと思っておりますので。お花見シーズンが始まっていくんですね。早いですよね。なんかお花見といえば3月4月っていうイメージですけど、うん、はい、それよりも早くお花見ができるということで、はい、なるほど。じゃあそんなちょっと春を意識した放送なんかもね、はい、やっていければと思います。それでは始めていきましょう。馬が舞うスタートです。馬が舞う、馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。それでは本日のゲストに登場していただきましょう。安中市地域おこし協力隊の真由住若葉さんと田村聡さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。真由住若葉さん、1986年高崎市のご出身です。広告代理店や青少年交流の家での勤務をされた後、 NPO の立ち上げなどに尽力されました。現在では安中市地域おこし協力隊でお仕事をしていらっしゃいます。続いて田村聡さん、1993年沼田市のご出身です。専門学校を卒業の後、地元の沼田市で働いた後、令和3年10月から安中市地域おこし協力隊でお仕事をしていらっしゃいます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうするとお二人は、あの秋間梅林の観光協会の方に、はい、席を置きまして活動させていただいてます。これ地域おこし協力隊っていうのはこれ全国にいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、令和3年度だと全国で6000人以上、結構いるんですねでも本当にもう北から南まで、いろんなところにさまざまな人が、移住してっていう形で活動しているような状況ですね。でそれの、秋間梅林バージョンで。そうですね、他にも安中市は全部で4人いるんですけれども、はい、4人の中の2人が秋間梅林で活動してるっていう感じですね。なるほど。秋間梅林ちょっと盛り上げていきたいなみたいなところで、やっぱりそうですね、地域おこし協力隊として入って秋間梅林を盛り上げるっていうのが、一番の目的になりますね。はい、なるほど。そうやって日々奮闘されてるお二人。はい、梅を育てながら、はい、そうですね、イベントとか、あとは、いろんなプロモーションとか、SNS でこう情報発信とかもさせていただきながら、はい、農家さんのお手伝いをしているような感じですね。そうか、はい、そうですね、はい、そう梅林だから。そうですよね、そもそも梅ですもんね。そうです、梅の栽培が私たちは結構メインになってるので、普段はもう本当農作業そうです
っていう感じ。そうなんですね。そうですね。なんかもっとなんか観光寄りなイメージかと思ったら、決してそういうわけでもなく。そうですね。梅を育てながら、うん、あの観光系のあのお仕事もするっていう形になるので、はい。作物としての梅の話なんかもね、ちょっとしていきたい。うん、そうですね。ぜひそこは、あの花ばっかりが、ね、あのフィーチャーされるので、うん、はい、なかなかそこまでの道のりって知られてないところもあるので、はい、ぜひそんなところも、ね、あの皆さんに知ってもらえたらいいなとは思ってます。じゃあそもそものお話として、秋間梅林とはみたいなお話をちょっとお聞きしたいんですけれども、どうしましょう、田村さんに。あ、はいはい、場所とかも含めて、はい、あ、そうですね、まずじゃあ場所からなんですけれども、はい、秋間梅林は群馬県の安中市の、秋間地区というところに位置してまして、はい、秋間梅林自体群馬三大梅林というところの、まあ、一つに数えられている、梅林になります。はい、はい、春菜と美里ですね、美里と、はい、秋間とそのうちの一つに数えられています。はい、はい、いつぐらいから秋間梅林っていうのはある、歴史的なところでいくと、歴史なところで言うと、まあ、農家さんに行くともう60年は続いている梅林だっていうことなので、まあ、群馬の中でもまあ古い方かなっていうふうには思います。そもそもあれですもんね、群馬県って梅の生産が結構盛んなんですよね。そうなんです。もうもう殿堂入りしてるような、もうザ梅といえばもう和歌山ですけれども、まあ、そこにはなかなかこう数では勝てない、もう全国のシェアで言ったらもう和歌山は全国の7割を占め、7割弱を占めているので、はい、ただまあ第2位がこの群馬県になりますので、ちょっと1位と2位の差は大きいですけれども、まあ一応全国の数字で言ったら全国第2位、東日本で第1位っていう感じで、はい、1位は東日本では取ってますので、はい、そこは主張していきたいかなと思ってます。なるほど。まあ、じゃあそんな秋間梅林なんですけれども、秋間梅林の現状みたいなところとか、まあ、今ねそうやって地域おこしの形で、秋間梅林に携わっていらっしゃいますけれども、課題みたいな活動内容とかその辺も含めてちょっと田村さんにお聞きしたいんですけども。はい、はい、ですね、私たちはですね、秋間梅林で、主に耕作放棄地の解消と、あとはあの本当に景観保護、はい、活動であったりとか、秋間梅林自体の PR 活動等を行ってまして、うんうんうん、まあ、主にはあの、はい、今私たちはあの実は9箇所畑を借りて、秋間梅林観光協会が借りてくださった畑を、うん、あの管理してるんですけれども、そこであの本当に1年以上ですかね、手が入ってない畑を、まあ、再生っていうところからやってます。なので結構力仕事が多いんです。なるほど、はい、お休みになっちゃってる畑ばっかりになっちゃうと、うん、梅林としても ね、 そうですね、動かなくなっちゃいますもんね、うん、特にやっぱり高齢化も進んでるので、そういった畑がどんどん増えている現状っていうのがありますね。へ、あ、じゃあそういったところを、まあ、解消していったりとか、そもそもの PR のところをお二人を中心に、やっぱりあの生産の梅林でもあるんですけど、やっぱり観光梅林でもあるので、はい、やっぱ見てもらうっていうところもありますんで、ただこう実を収穫するだけじゃなくて、はい、お客様がこう花の時期は遊歩道を歩くので、あまりにもこう荒れたところばっかりだと、なんかどうなってるのってやっぱ言われちゃうので、ある程度やっぱそこは綺麗にしておかないと観光の場所としては成り立たないかなっていうふうに、なので、まあ私たちはどっちかというと実をこうたくさん取りたいので、こう梅の畑をやってるっていうよりかは、はい、まあ、さっきあの田村が言ったように、まあ、景観維持みたいなところで、あの荒れちゃった畑をまあ管理させてもらってるっていうところの要素が強いですね。はい、本当何でもやるんですね、草刈りとかからも何でもですよね。そうでしたね。初めて入った時草刈りから入ったんですけど、はい、結構急 なんか斜面みたいなところとか刈りましたよね。そうですね、土手とか、もうなんかこんなとこ人が刈るかみたいなところも。でもね、機械は絶対入れられないので、もう人が刈り払い機でやるしかないので、でもここもね、おじいちゃんおばあちゃんがやってたのかって思うと、確かに結構まあそりゃ厳しいよなっていう、それはできないよなっていう感じで引き継がせてもらう。当然木だから剪定とかだってするわけですもんね。もう剪定メインですよね。本当にあの私全然梅のことは知らなかったんですけど、はい、梅の木って本当手が入ってなくてもすごい強い
成長していくんですよ。だから本当に荒れ放題伸び放題な畑が多くて、あ、そうか、生命力が強すぎるわ。そうなんですよ、どん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 上に高く高くなっちゃうので、本当にもう手を入れないと新しい芽も出てこないですし、あの花も咲かない実もならないってなっちゃうので、もうとにかく切るみたいなところがすごく大事。あ、まあそうですよね、上行きすぎちゃうと取れないですもんね。そうなんですよ、まさにおっしゃる通り、本当もう収穫ももうすっごい高い脚立を、あの使ってもね取れないみたいな高いになるので、そう、結果それでね、あんまり高すぎると取ろ、なんとか実がついてると取ろうとしちゃうじゃないですか、はい、あそこにあと何粒とか思うと、はい、そう取りたくなっちゃうので、はい、ちょっとその辺をもうね低くして低くしてとかっていう作業が、安全に作業を行えるっていうのが大事かなっていうふうに思ってるので、すごい、手塩にかけた育てたそうですね、梅の木たちをどんどん PR していくという、はい、そこがミッションかなと思ってます。はい、ね、ちょっと 大変な話とかばっかりになっちゃったんですけど、はい、その話がそっちだけではなくて魅力の方もお伺いしてもいいですか、はい、これからの時期見どころがそうですね、はい、まあまあ、これからの時期の見どころってやっぱり、はい、あの最初お話しいただいたように、もう梅の花が咲き始めてますので、はい、まあ、その紅梅って言って、まあ、ピンクとか赤い花もそうですし、はいはい、白梅って言って白い花が咲く梅もあるので、うんうん、はい、それ3色の色がこう一面に広がるっていうのが、あとこうやっぱ車降りると梅の香りがこうふわっと、あの香るみたいなところが、やっぱこう皆さん毎年こう楽しみに来てくれてる、まあ、魅力の一つなのかなとは思いますね。あ、目で見て楽しめるし、そう、香りもいいって、そう、いいですね。そうなんですよね、あとはもうさっき、まあ、三大バイオリンって言ってましたけれども、はい、秋間バイオリンの特徴としましては、秋間バイオリン観光協会 の、 あの、うん、お母さんたちですね、はい、あのおかみさんたちが、それぞれ皆さん食堂を持っていて、食堂をやられているので、このバイオリンの時期だけ、バイオリン祭の時だけオープンしまして、郷土料理がそこで食べられるので、もう見るだけじゃなく、はい、食べて楽しめるバイオリンでもあるので、もうそこはもう強力にプッシュですね、はい、そこは押したいところです、ね、そこはもう、本当に食べに来ていただきたい見て香って食べて、はい、いいですね、もう身も心も体も全てもう、はい、お腹も満たされるという感じで、はい、食べてみたい。でそこで梅を使った料理も出されてるんですか。あ、そうなんです、まあ、結構いろんなお店で出されてるのは焼き餅とか芋串、はい、あとは味噌おでんっていうのは、まあどのお店でも食べれたりするんですけど、あとはあの梅うどんだったりとか、梅うどん、はい、梅御膳とか、結構もう梅に特化した、あと梅のシロップを使ったドリンクとか、はい、結構各あのお店で梅に関わるようなメニューはあったりするので、味でも梅を楽しめるかなっていうふうには思います。それは梅農家さんがこう脈々と生み出してきたレシピというか。そうなんです、みんなでこう、まあ、一回こうみんなで商品開発みたいなのもやったこともあるんですけど、まあ、そういうので考えたりもしますし、はい、結構考えるのが好きな農家さんもいるので、私は毎年ね、いろんなあのメニューを開発するわよって言って今年はこれをやるわよみたいな感じでやってくれてる方もいますし、はい、結構皆さんお料理がお上手なので、太っちゃいますよね、あの時期はね、そうですね、あの一生懸命農作業して痩せたと思ったんですけど、大体この時期になると戻るんですよ、はい、美味しいんでね、食べ過ぎちゃうんです、それはもうぜひ食べたいですね先輩農家さんとね。そうなんです、でもそうか、お二人はもともと安中出身ってわけではないんですもんね、はい、あ、そうですそうです、はい、これ どうやってこの安中エリアに。そうですね、やっぱ募集があって、でまあ、募集もいくつか秋間バイオリン以外の募集も出てたんですけれども、まあ、秋間バイオリン結構本当にもう高齢化が進んでるんですけれども、うん、すごくいい場所なので、今のままだとこう本当になくなっちゃうんじゃないかなっていう危機感とかも私はありまして、なんとかこう100年続くバイオリンにしたいなみたいなとこもあって、あ、まあ、秋間バイオリンの募集だったら安中市に移住してもいいかなっていうんで、まあ、ちょっと選ばせていただいたとこはありますね。夢がありそうな感じがしたわけですね。いや、もう本当可能性しか感じなかったですね、田村さん沼田出身。そうですね、はい、
私は正直言っちゃうと、ええ、どの地域でも良かったんですけれども、はいはい、その時にたまたま出てたのが安中市さんだったんですけど、やっぱり協力隊って、なんだろう、本当は都市圏、東京とか千葉とか、うん、そういう都会からの移住がメインなので、確かになんかそんなイメージはありますね。そうなんです、はい、なのでなかなかその群馬県内からのこう移動っていうのは条件が厳しくて、はい、沼田市よりもこう人口が少ないエリアだったりとか、そういうところにしか行けなかったんですけど、はい、でその時に安中の松井田エリアであれば移住ができますっていうので、募集見た時に秋間梅林さんがあったんですけど、はい、正直私梅が大嫌いだったんですけど、そんなことが、はい、そうなんですよ。スタートがもうたまたまね、はい、美味しい梅と出会ってこなかったからみたいな、そんな感じですか。そうだと思います。そうですね、そうなんですね、うん、ちゃんと面接でもね、私梅が嫌いなんですって言ったりもしたんですけど、ありがたいことに取っていただいて、でその中で焼き梅干しっていうものをね見つけました。そうですよ、梅干しってもともと梅干しの成分に、はい、脂肪燃焼をこうなんて抑える、脂肪燃焼を促すような成分が入ってて、はい、それ焼くことでこう倍に増えるっていうのを本で見まして、これいいなと思って、はい、で朝晩とこう焼き梅干し一つずつ食べて、はい、ただ痩せたんですけれど、さっきのね梅林のシーズンそこで突入しました元に戻ったんですけどそういうのを繰り返してたら気づいたら食べられるようになってたりとかしましたね、はい、私好きな食べ物聞かれると梅干しって答えるぐらい梅干しが好きなんですよね。嬉、ね、しいですね、それは ね、 絶対に酸っぱい、もう酸っぱすぎるぐらいの梅干しが好きで、あそっち、はい、いや蜂蜜漬けじゃないですねもういわゆるあれですね、もう本物の梅干しってい う、 こう皆さんが昔ながらの梅干し、昔ながらの塩と梅のみたいな、焼き梅干し食べてみたいです食いつきがもう今脂肪燃焼の、ね、ところもあるちょっと今、ね、この両面がちょっと分かんないかもしれないんですけど、実際痩せたんで、エビデンスありということでいいと思います、はい、やってみます私も、はい明日からたくさんの人が焼き梅干しをやるかもしれないそういう商品があるわけですね。あ、商品はない。あ、梅干しとにかく焼けばいい、はい、フライパンとかで普通、そうそう、コンスターとかでチンとかでも、はい、本当簡単なんだよ、本当だ、うん、やりやすいんで、はい、多分続けやすい、確かに、はい、ちょっとひと手間加えるだけでさらに効果がアップするっていうことですね。そうですね、へ、まあ、そんなお二人はもうだ今ではすっかり安中に馴染んで、はい、これやっぱり先輩の農家さんたちも優しくしてくれてみたいな、そんな感じですか。個性的な人が多い今吹き出したいです、吹き出したいですになります。もう本当に個性的なんですけど、うん、ウェルカム感がすごいんですよね、なんか本当もようこそみたいな、ああああ、例えばこういう新しいこといろんなことやってみたいっていうことに関しても、もうどんどんやんなさいってやっぱ背中を押してくれるので、あ、それありがたいですね。もうすごい本当に安心してというか、なんか何も気にせずこうどんどんチャレンジできるみたいなところはすごいありがたい環境だなって思いますね。そういうやっぱりね、他からこういう新しいアイデアをね受け入れてくれるっていうのは本当にいいことですし、なんかあれですもんね、梅の販路拡大みたいなところで、はい、前泉さんいろいろ仕掛けられていることも、はい、あ、そうですね、いろんな自分たちだけでやるんじゃなくって、他の方とこういろいろコラボレーションしながら、やっていくっていうところにも力を入れたいなとは思ってるんですけれども、はい、今の HIS さんと一緒に、はい、クラウドファーミングっていう、ファーミング、はい、クラウドファンディングではなく、はい、クラウドファーミングっていう、クラファンのちょっとこう農業版っていう感じなんですけれども、最初に同じですね、投資をしていただいて、で、時期になったら、その商品が届くっていう、要は梅で言ったら5、6月が収穫時期なので、はい、先にお金を入れていただいて、で5、6月に生梅が届くのを楽しみに待っていただくみたいな感じのものを今HIS さんと秋葉原林観光協会でコラボでやってるので、一応ターゲットとしては、首都圏の方をメインにやってるんですけども、なかなかこう秋葉原林を知らない人でもまずはそういう梅を通して、生梅を通して梅林を知って、なんかこうちょっと気になってこう現地に行ってみたいとかっていう流れになるといいかなっていうんで、
とはまあオンラインでこう例えばシロップ作りをオンライン教室みたいのをやってみたりとか、うん、っていうのもこの後やる一緒にやる予定ではあります。はい、確かに観光の新たな形みたいなところありますね、うん、やっぱ我々だけだと、なかなか思いつかないですね。あとやっぱ農家のおじちゃんおばあちゃんだけだと、はい、なかなかできないところもありますし、作るところでね、やっぱりそれだけハードな作業ってなると、そうなんですよ、売るところに新たに、あ、これあれもしよう、これもしようって言うとね、なのでそういうもう、まあ、作るのはもう本当に任せろっていう感じなんですけど、だそれをどういうふうに売るかみたいなところは、やっぱそういうこう大手のあのところにこう少しお力とかお知恵を借りて、まあ、やっていくっていう方法もやっぱバイオリンをこう盛り上げていくのにはまあ必要なんじゃないかなっていうんで、今回初めての試みなんですけど、今ちょうどもう始めたばっかりですね。へー、今情報新聞のデータベース見てたら、ね、1月今年の1月12日、はいはい、一面に載ってますね、これ。出てましたねそうなんですよ、トップに載せていただいて本当にありがたかったですねもう、まあ、他にも、はい、まあ、梅を売るところではそういう新たな知恵ということで、はい、今手元に秋間梅林祭のチラシ、はい、いただいてますけれども、はい、これね、表に梅の花の日中の写真が半分あって、はい、夜の写真も半分あって、いや、ライトアップもめちゃくちゃ綺麗ですね、はい、そうなんですよ、もうあの私も最初冒頭したあの大橋さんがね、はい、すごい熱く語っていただいて、うん、もうありがたかったんですけれども本当にもうあの、まあ、3年目ですね、ま、ようやく今年でライトアップはまあ3年目でまだ始めたばっかりなんですけども、もうおかげさまで年々増えて、去年はすごかったですよね、うん、すごかったですね我々主に駐車場係だったんですけども、はい、どこ止めさせたらいいんだってぐらい車が来てしまった、すごかったですね、こんなに人がいることがあるんだっていうぐらい夜の梅林に溢れてましたね、人が嬉しい悲鳴ですね、いや本当に嬉しすぎて、もうやっぱいろいろ考えなきゃいけないなっていうことももちろんあるんですけど、でもなんか2年で、まあ、ここまで、まあ、みんなに知っていただいたっていうのはもちろん、あのいつも情報新聞さんにも撮っていただいたりとかしてるのもあって、もう新聞出た次の日だったんですよね、そう、ま、爆発したのが、なんかそれ嬉しいですねいやすごかったですよね、本当にね、すごくて、新聞に載ってちょっと疲れました本音が出ちゃった駐車場もね、そうですパズルみたいにね、これ山ですからね、あと本当に普段ね、本当普段のバイオリンって本当に人いないので、うん、すごくこう閑散としてて寂しいんですけど、うん、バイオリン祭の時期はもうすごい人もたくさんあの来ていただいて、全く別の場所みたいな、今年はさらにレベルアップして、もう今年はそうです、またさらにレベルアップして、地元 の, あの小学生とかもライトをなんか作ってくれたりとかしてくれてるみたいで、準備をねしてくれてるので、もう本当に地域一体になってなんかこう作れてるなっていう感じのライトアップですね。やっぱりそれは活動をしている様子が、はい、まあ、SNS とかもいろいろされてると思いますけど、うんうん、広まってきてる実感みたいなところもありますか？あ、そうですね、結構 SNS、まあ、私担当させてもらってるんですけど、はい、やっぱりなんかこう見ている層、まあ、来てくれてる層がやっぱりだんだんすごく若くなってきてまして、なので、まあ、そういうやっぱ SNS の効果は、まあ、出てるんじゃないのかなっていうのはよく農家さんと話してます。来場者って主に県内ですか？もう県外、都心からも結構いらっしゃってる感じ？あ、県外も、県外多いですね、多いですね、はい、駐車場とか見てナンバープレートとかどんな感じですか？そうです、県外の方、県外多いです軽井沢の方からも結構聞きますね、あんまり梅がないみたいで、長野の方は、はい、軽井沢で、まあ、お仕事もうご引退された方とかは平日とかにこうゆったり見に来られたりとか、土日はやっぱりね、ご家族連れが多いですけど、うん、はい、結構いろんなところから来られますね、はい、じゃあそうすると今後は、はい、まあ、当然お祭りの時期はね、どんどん人がっていう話でしたけど、うん、それ以外の時期もっていうところになっていくと思うんですけど、はい、そうですね、やっぱりなんかこう梅もぎと、あとはこうそのバイオリン祭の時はまあ人がこうにぎわうんですけれども、
それ以外がやっぱりちょっと結構閑散としちゃってるので、うん、なんかもう少しこう年間通していろんなこうイベントとか、なんかマルシェとかもやっていって、でうん、そうなんかこう常にバイオリンってなんかいつも行って、いつも行くとなんか楽しいことやってるねみたいな場所になるといいなっていうふうには思ってます。ちょっとまだこれからそこを本当力入れていかなきゃなとは思ってるんですけど、はい、確かにそこまで行けばかなり有名観光地の仲間入りみたいなところになってきますよね。そうですね、そこをぜひ目指したいなっていう、まあ、近くに磯部温泉とか、はい、まあ、あの鉄道文化村とかね、はい、いろんなやっぱり、はい、あの他の観光の場所もあるので、まあ、そういったところとこう合わせて、うん、あの楽しんでもらえるような場所になるといいのかなとは思います。はい、このお祭りについてちょっと詳しくお聞きしたいんですけど、うん、秋間梅林祭でいいんですかね。そうですね、秋間梅林祭、はい、日程はいつからいつまででしょうか。もう明日からですね。明日、はい、まさに、うん、まさにもうすごいグッドタイミングでいいタイミングで来ていただいて、はい、逆に言うとね準備でめちゃくちゃ忙しい中来ていただいてちょっと申し訳ない、はい、もう本当グッドタイミングでもう2月18から開演になります、はい、花の、まあ、状況にもよるんですけど、だいたいいつも3月下旬ぐらいを、まあ、目安に、まあ、大体3月の最後の土日くらいまではね、そうですね、まあ、お店も開けてたりするので、うん、はい、今年は3月4日が開花祭になります。3月4日土曜日ですね、はいはい、本当に多分3年ぶりコロナになってからいろいろ式典とか、うん、あの和太鼓の演奏を地元の高校生にやっていただくんですけど、はいはい、とかって本当にこうお祭りみたいなのはもう本当にコロナぶりですね。ずっともう中止でできなかったの で、ね、今年はなんとか ようやくできるんじゃないかと、はい、もう今のままならいけるかなとは思ってるので、はいはい、なるほど。この開花祭が一番大きなイベントで、他にもいろいろイベントをやられていくって感じですか。そうですね、できるだけあの週末にはいろんなイベントを、はい、一応入れてまして、はい、例えば、はい、そうなんです。2月はですね、結構秋間くるくるとかっていう、これは私が担当してるんですけど、はい、あの不要品の交換会って言って、もうあの自分の家でこう使わなくなったものをいらないものとするんではなくて、まだ誰かが使えるものっていう風に考えて、こう持ち込んでいただいて、それをもうお金のやり取りはなしで、気に入ったものをそのままお家に持って帰っていただくっていう、ちょっと新しいこうフリーマーケットとまた違う、はい、でお金のやり取りがないので、お子さんでも参加をしてもらって、自分のものがこう他の人にこうまた使ってもらえるような感じでやるのを、まあ去年からやり始めたんですけど、はい、今年2回目ですね、はい、あとはまあ安中市のこう物産展といって、結構安中のいろんなおいしいもの、はい、あのキノコだったりとか蜂蜜とか、はい、まあ、いろんなものをこうあの売りに来てくださる人たちがいるので、はい、まあ、そういった物産展があったり、陶芸体験があったり、バイオリンのこうウォーキングが、これ私たちもね多分参加しますよね。ですよね、おそらく参加します、はい、あの今一生懸命知識詰め込んでる、はい、解説しなきゃいけないから、そうです、アテンド側で我々も大変だ、足腰を鍛えながら、バイオリン坂道多いので、はい、そうですよね、歩きでありますね、はい、うん、歩きながら、そうですよね、こうドンピシャのタイミングで説明するためにはちょっと前から話し始めて、そうですね、こうそれがここですみたいな、難しいですね、腕、ね、の見せ所ですね、はい、あとはあのバイオリンマルシェっていう感じで、はい、あのキッチンカーとか、はい、出店あのしてくれ、店長出店してくれる方をもう今募集は終わって、はい、かなりもう出揃ってるんですけど、だからちょうど明日からですね、はい、あの土日をメインなんですけど、うん、結構出てくださるので、うん、そういった方もバイオリン祭を盛り上げてくれてたり、はい、やっぱあとは地元の高校生がこうあの管楽アンサンブル部ってあの吹奏楽のような、はい、で演奏しに来てくれたりとか、うんうん、和太鼓の演奏だったりとかで盛り上げてくれるので、結構みんなでこう力を合わせてこうバイオリン祭を盛り上げるっていう感じですね。もうイベントも目白押しですね。そうなんです、ね、毎週行っても楽しい。あ、もういつ行ってもまた違うことをやってるっていう、なるほど、はい、確かにそうですね、ずっと同じことずっとじゃないですもんね、複数10個ぐらいのイベントが
いろんなタイミングで行われて、はい、そうなんです。毎週違うものがこう打たれていって、はいはい、でマルシェもあの毎週違うお店がやっぱ出てたりするので、いつ来ても、はい、なんかちょっとこう、あ、今日はまたなんかカレーがあるんだとか今日はピザがあるんだとかあるのでその辺もね、あのバイオリンの農家さんの、ね、郷土料理も美味しいんですけど、そうですね、まあ、それと合わせて、うん、マルシェの方も楽しんでもらえたらいいかなと思います。梅の咲き具合もそのタイミングタイミングで全然違ってきますもんね。そうなんですよ、はい、その時々の咲き具合を楽しみながら、うん、いろんなイベントだったり、はい、美味しいものを美味しいものを楽しんでいただくと、はい、見て食べてっていう感じですね、うん、はい、ライトアップは毎日やってるわけではないんですか。そうなんですね。そうですよね。ライトアップはですね、週末2月の24日他の金曜日からこう始まって、はい、各週のこの金土で、3月のこの17の金曜日と18の土曜日まで、この間の金土は毎週金土の夜、はい、やってますね。なるほど、うん、これ点灯する時間と消灯する時間みたいなのもあるんですか。そうですね、6時に点灯して、うん、はい、8時に消灯っていう感じで、うん、そうなんですよ。じゃあその2時間目がけてね。そうなんです。じゃあもうその2時間殺到するわけですね、はい、最近はなんか結構ねもうずっと2時間いらっしゃる方もそういます。点灯のタイミングからそうそう、あの着く瞬間こうね、はい、カメラ構えて狙ってる方もいらっしゃいますし、なるほど、うん、もう一斉にわって明かりが灯る瞬間を、そうです、あ、綺麗そう、めっちゃ見たい。でもう消えて儚くなるところも幻想的な、まだ次の週も来たりするので、えー、結構 ね気に入ってなんかそうリピーターの方もいらっしゃるんだなと思って、はい、もしかしたら大橋カメラマンもその中にスタンバイしちゃうかもしれない。いや、結構聞かれるんですよ、縄文さんに、ね、乗った写真どっから撮ったんですかとか、そうそう、このアングルで撮りたいとかっていうのもやっぱ結構聞かれるので、だいぶ皆さん見て来られるみたいですね。まあ、今でこそ定着したライトアップですけれども、はいはい、これはもう立ち上げからの、そうですね、立ち上げから私ちょっとあの協力隊になる前から少しお手伝いさせてもらってたので、はいはい、なのでこのじゃあバイオリンで新しく何かやろうっていう時に、まあ、ライトアップってなんか桜のイメージあるんですけど、確かにそうですね、はい、梅をライトアップってあんましてないよねっていうところで、ライトアップもありなんじゃないかっていう、ただやっぱり予算的なもので、バイオリン協会も本当に任意団体でそんなにないので、うん、はい、なんで、まあ、クラウドファンディングで、うん、はい、あのジョモシムさんの晴れ舞台を使わせてありがとうございます。もうあのミッション成功しないとダメだとい う、こうプレッシャーに戦いながら、はい、でも本当にあの新聞にも載るので、もうすごい地元の人も知っていただいて、はい、多分他の晴れ舞台やってるところよりもなんかこう泥臭い感じで、こうもう本当に農家さんがもうティッシュに千円札を送るんであの持ってくるみたいな、本当そういうご支援をたくさんいただいたので、なんかその一軒一軒の重みがやっぱりすごくって、本当地域みんなで作り上げたっていう感じでしたね。確かに、なんかライトアップをポンってね、はい、もちろんそのお金がかかることだから、はい、大口のね大きいスポンサーさんが現れて、うん、っていうやり方もあるけれども、はい、クラウドファンディングっていう形で、はい、ね、金額もそうだけど件数とにかくね、そうなんです、みんながこう当事者意識じゃないけど、はい、みんなで盛り上げたいっていう思いがね、うん、そうですね、だから本当にその達成して、ええ、その年 の、 あのライトアップが、はい、結構その入れた地域の方々が、皆さんこうじゃあどうなったんだみたいな感じでなんか俺が入れたやつはどうなったんだみたいな、結構あのお子さん連れもそうですし、ファミリーもそうなんですけど、結構秋間地区の人も含め、結構地域の人が見に来てくださって、なんかバイオリン協会でももちろんいろんなことはやってきたんですけど、なんかすごいこう今までにないぐらい一体感っていうんですかね、なんかこういやライトアップ今もね、あの準備をこう進めてきて、もう店頭に近づいてきてますけど、なんかこう
ライトアップがこうバイオリン協会の絆をなんかより強くしたみたいな、なんかそんなあのクラウドファンディングでもあといくらみたいなところで、なんかすごいこうじゃあ俺も誰々に声かけるわとかじゃあ誰々にちょっと電話してみなみたいなのもあって、なんかすごいなんかこう絆がなんか強くなったなっていう、その辺ではなんかいい経験させてもらったなって思ってます。なんかね、その後こう活性化させていく上でも一個大きなやり方の、ね、目安というかね、いやもうなりました ね、 かなり、ね、いや知らないじゃないですか農家さんもね、はい、そういうやり方があるんだっていうのもなかなか知らなかったので、そこは本当一つの発見になったし、そういう手もあるんだっていうので、うんうん、なんか今後のなんか大きなヒントをいただいたかなっていう感じになりました。ライトの当て方みたいなのも田村さんやってたりするんですか？あの木の根元からこう上をこう照らすような形、花を照らすような形でやったりするんですけれども、あとはあの農家さんがあの考えてくださった、はい、あのそこにシャボン玉を飛ばすというすごいのがありまして、それもまた写真で撮ると、まあ、撮るのなかなかあれ難しそうでしたよね。でもなんか不思議な感じになるんですよね。不思議な、ネオンみたいな、なんかシャボン玉に、なんだろう、ライトアップの光が映るっつうんですかね。なんかね、幻想的な感じになって、昼も夜も楽しめる。はい、こんなに目白押しだと私もすいません知らなかったです本当毎週行きたいですね、でグルメもねある、うん、で郷土料理もあるから、それは食べないとです全店回らないと、まあ、たくさんの人がいらっしゃるイベントということなんですけれども、なんかもし、はい、イベントの注意事項とかあれば。あ、はい、あ、そうですね、はい、あの梅林祭の時期は、はい、あの一方通行になるあの場所がありまして、あのどうしても遊歩道であるとかそういったところは、はい、あの車が通れなくなってしまうので、あの詳しくは秋間梅林観光協会のホームページですとか、はい、あのチラシがあったりもするので、そちらをご覧いただければなと思います。はい、ありがとうございます、はい、一部交通規制ありますので、そうですね、はい、ここだけ注意してお出かけいただければと、はい、まあ、それだけたくさんの人が、ね、いらっしゃっていただけるということで、はい、楽しみですね。はい、はい、まあ、そんな形で今お祭りの準備を着々と進めているというところで、はいはいはい、3月下旬までぜひ秋間梅林お出かけいただきたいなというところだと思うんですけれども、まあ、当然お祭りだけをされているわけではなくて、はい、もし今後取り組んでいきたいこととか、なんか今こんなこと考えてますみたいなのがあればちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、前泉さんからお願いしてもいいですか？はい、そうですね、やっぱり、まあ、私たち梅の栽培もやってるので、でどうしてもあの梅を栽培してるとこう、いわゆる A 品っていう、はい、もう市場とかにこう普通に出荷できるものと、あとはちょっと傷がついちゃって B 品って言ってあのもうお店に出ないっていう人も多分増えてくるのかなと思うので、うん、はい、そうしたらもうどん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 こうバイオリン祭時期以外でも、はい、なんかこう秋間バイオリンっていうところがこう盛り上がってくるのかなっていう感じがするので、うん、なんかちょっとそんな活動もしたいなとは思ってます。なるほど、そうですよね、稼げるぞってなればね、必然的に人はもう目指せ梅御殿と思ってるので、はい、もうここみんなすげえ家住んでんなみたいな全部梅で建てましたみたいな風に、まあ、自分も含めなんですけど、なんかそうなれたらいいなと思いますね、はいはい、そうですよね。でまた産業としてもね、そうですそうです、どん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 またさらに辺り一面にね梅が咲き咲いて、食べて、はい、眺めて、はい、楽しみですね畑管理してるんですけれども、やっぱり他にも隣の畑も借りてない畑もかなり、あの手が入ってないところも多いので、できるだけ我々がこう作業効率上げて、あの一つでもあの耕作放棄地になってる畑を解消できるようにっていうのと、また次にもしあの秋間梅林で協力隊が入ってきてくれる時に、その子たちにこう引き継いでいけるような、はい、まあ、環境とか整備をしていけたらなっていうふうに思いますね。また自分自身が梅干し嫌いだったので、はい、あの焼き梅干しみたいになんか苦手な人でも何か食べられるようなこう工夫とか、まあ発信の仕方ができたらなっていうふうに思いますね。あと個人的な目標はちょっとまあダイエット頑張るっていうところです再び焼き梅干し ね農家さんたちとね、あのおやつ休憩とかあった時に、あのたくさんおやついただくんで、どうしても食べてしまってね、どんどん大きくなっていってるので、そこは気をつけたいなと思いますね。もう農作業
オといえばもう10時の休憩と3時の休憩がもうベストう、ね、マストなので、はいはいはい、もうそこでね、そうなんですよね、もうそれを楽しみに頑張るんですもんね。そうなんですもん、あもうちょっとで10時だって思ってもう今日なんだろうみたいな、まあ、結構その辺もね農作業の楽しみの一つではありますけど、はい、最後どんな壮大な話が来るのかと思ったらダイエット、切実な問題ですよね、そこはね、はい、分かりました。すっごい腹減ってきちゃった、すみませんね、まあ、今日はそのような形で、はい、いよいよ明日から始まる秋間梅林祭の PR を兼ねて来ていただきましたし、なんか新たな地域の盛り上げ方みたいなね、そういうところで群馬県内で新たにこう始まっている動きみたいなところも少し触れられてね、盛り上がっていくんだなっていう感じがしました、はい、まあ、とにもかくにも皆さんに秋間梅林に来て、はい、そうですね、まずは足を運んでいただいてっていう、はい、いろいろ体験して、はい、感じ取っていただければという、うん、そんな感じでしょうかね、はい、そうですね、あっという間に1ヶ月が過ぎてあっという間に3月下旬になると思うんですけども、はい、ホームページとかインスタグラムとか、そうですね、うん、SNS、インスタグラムはもうほぼ毎日のように、はい、その日に出店しているマルシェさん の様子ですとか、はい、開店しているお店の様子とかも上げているので、ぜひいろんな SNS 皆さん見やすいやつをですね、うん、はい、見ていただければと思います、はいはい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいというところで、いろいろお話を聞いてきました。本日は秋間梅林観光協会から前泉さんと田村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、そろそろお別れのお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみですね、いよいよ。行ったことありましたか？いや、なかったんですよ。だからそれないですよ、ね、すごく言いづらくって、私もなくて、いやでもなんか今日お話伺ってこんなにいろんなイベントやってて、うん、なかなか見られない梅のライトアップが見られて、ぜひ行ってみたいなと思います。いやもう大橋カメラマンに押されてからまだ行ってなかったところも、そうなんですよね、ちょっと反省なんですけど、はい、でもああやってね、本当に2人がどん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 新しいアイデアを出せて、うん、すごいポンポンいろんなアイデアが出てくる方だなと、うんうん、ね、それで実際盛り上げてるし、うん、若い人もどんどん集まってるみたいな話も ね、ありましたし、うんうん、なんかこれも一つの、さっきも本編でもちょっと言いましたけど、はい、群馬が盛り上がっていく一つの形なんだろうなっていうのは勝手に思ってました、うんうん、またいろんなね活動県内されてる方いらっしゃるでしょうから、はい、見つけて紹介して、うん、読んでみたいなね、はい、できていければと思いますし、焼き梅干し、いや食べたいですね、もうすぐ食べますいや俺てっきりなんかそういう商品作ったんですよっていうのかなと思ったら、いやオーブンで焼いてくださいっていう、ね、普通に焼くだけでいいそうなので、はい、まずはそのまま食べたいですね。そうね皆さんもね、ぜひお出かけの上お楽しみいただければと思います、うんうん、はい、番組ではご意見ご感想をメールで募集しています。こちらのアドレスすべて小文字で uma@raijin.com uma@raijin.com こちらまでお気軽にお寄せください。ツイッターのハッシュタグ、こちらすべてひらがなで馬が舞う、お気軽につぶやいてください。お聞きいただいた後の温かい評価やレビュー、こちらもお待ちしてます、はい、公式ツイッターにも、はい、もろもろ発信中と発信しておりますので、ぜひそちらもご覧ください、はい、フォローもお願いします。お願いします、はい、伊藤さん、次回ゲストは、次回はですね、はい、就職活動が3月1日に解禁ということで、はい、就活解禁前スペシャルをお届けしたいなと思っております。私の本業ですね、はい、はい、大学生リスナーの方がどうやら多いらしいと。そうなんですよ、このポッドキャスト実は大学生が一番聞いてくれてるんじゃないかなと、いや本当にありがたい、いう分析がございまして、ですので大学生に寄せに寄せた内容でお送りしたいと。めっちゃ寄せていきます
3月1日に就職活動が解禁になります。まあ、今でいうとこの大学3年生、はい、2024年卒の方が主にそういった形で本格的な就活シーズンに突入していくというところで、今年の就活はどうなっていくのかとか紹介していければなと思いますので、はい、そちらもぜひぜひお聞きください。ここまでのお相手は上毛新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。